渡り合勝理記念館は中華人民共和国チャンス上南京市コローに位置する記念館である。2009年に移転するまでは南京城北西部の校門の楼閣を利用していた。校門は1921年に建築された、当初は海陵門と称され、アーチも単独の構造であった。1929年、中華民国臨時大総統であった。 孫文の筆を両母である、中山寮に運搬する際にアーチを3つに改造し、名称も校門と改称された。国境内戦が激化し、両親戦役、Y 海戦役、大辣戦役の三大戦役後の1949年4月21日、東昌平、劉白昌、陳岐、族、広志、丹森林らが指揮する中国人民解放軍、第二野戦軍と、 第三夜戦軍の百二十万兵力が長江を溶かし、長江防御船を突破、九百四十九年四月二十三日に、公門より南京入場を果たし、南京をその支配下に置いた。九百八十四年四月二十三日の南京解放三十五周年に合わせ公門の楼閣を面積千二百平方メートル、展示面積四百三十六平方メートルの、 私高勝利記念館として開館。館内には国境内戦当時の迫撃砲が展示されており、他にも当時の命令書など国民党との内戦の資料が展示されていた。校門から中山北楼場外へ進むと1982年3月にチャンス商文物保護単位に指定された渡り高勝利記念碑がある。渡り高勝利記念館は1993年に、 南京市青少年教育人地に指定され、南京における共産党首を学習する重要教育地点とされている。2005年4月19日に下関区政府区旅遊局区文化局より私校勝利記念館の改築及び移転計画が発表され、2009年に規模を拡大して新外側が長江に注ぐ支店付近に移転した。4元 ありがとうございます。